ランディ・オートンによる DDT。DDT はプロレス技の一種である。ジェイク・ロバーツのオリジナル技であり、代名詞的とも言えるフィニッシュホールド。生態する相手の頭部をフロントヘッドロックの要領で肩脇に捉え、そのまま後ろに倒れ込んで相手の頭部を打ちつける。ロバーツは自身の DVD、ピック・ユア・ポイズンに収録されているインタビューで、DDT の名称は、 殺虫剤の DDT に由来していると語っている。ダブルミーニングとして相棒であるニシ色ヘビのダミアンに、ちなんだダミアンズディナータイムにもかけられており、他にもドロップデッドトゥワイス、デモニックデストラップ、デスドロップテクニックなど様々な言われようもあった。ロバーツの DDT 以前にも似た形のプロレス技は存在していたとも言われるが、一つの必殺技として、 DDT を開発と確立したのはローバーツである。天竜源一郎がインタビューで DDT を自身の名前とかけて、DDT はデンジャラスドライバーを帯ぶ天竜の頭文字であるという胸の発言をしたため、命名の由来に若干の誤解が生じていた。単純ではあるが、応用性に富み、試合中盤のつなぎ技としてだけでなく、独自の工夫を凝らすことで、 フィニッシュホールドに進化させるレスラーも多い。見栄えが良い上にこれといった返し技がないなど、利点も多く、近年のプロレスを代表するプロレス技の一つと言える。現在は相手の頭頂部を打ちつける形が多いが、天竜の DDT は顔面を狙うような形で仕掛ける。頭頂部を狙う形の方が見た目が派手で相手も受け身が取りやすいため、こちらの方が主流になっている。 実況アナウンサーの辻吉成が DDT をリング上の殺虫剤、福沢明もプロレス人間殺虫剤と形容している。DDT プロレスリングはドラマティックドリームチームの略称であるが命名する際に技名として使用されている DDT を略称にかけたものである。大容疑として相手の首を DDT の容量で左脇に抱え込み、 ジャンプして背中から倒れ込むと同時に抱えていた相手の頭部を打ちつけるジャンピング式相手が両膝をついた状態から相手の首を DDT の要領で左脇に抱え込み左足を後ろに振り上げて反動をつけて背中から倒れ込むと同時に抱えていた相手の頭部を打ちつける低空式相手をコーナー最上段に座らせて自身もセカンドロープに登って仕掛ける流れ式がある なだれ式は、危険技なので、あまり使用されていない。なだれ式を仕掛ける自身も背中を強打するため、諸刃の剣とも言える。橋本信也が、蝶野正弘に、なだれ式を仕掛けた際に、橋本が起き上がれず、蝶野が先に立ち上がり、橋本をホールする展開があった。総合格闘技で行われた、山本隆久対マークケア戦において、ケアがタックルを仕掛けたところ山本が、 フロントヘッドロックの形で、ケアーの頭を締めながら、後方へと倒れ込んだ結果、偶然に DDT の形になって、ケアーが失神して試合が決着した例がある。相手がかがんだ状態にある時に、相手の首に飛びついた勢いでそのまま仕掛ける。ロープワークの攻防から走った勢いで放つパターンや、ショルダースリューなど上に放り投げられた後の落下の勢いで放つパターンがある。 後者の主な使い手は、ジ・アンダーテイカー。橋本信也も垂直落下式 DDT を開発する、前にフィニッシュとして使用していた。DDT に相手を捉えてそのまま持ち上げ、相手の体をマットに対して垂直にした形で落とす。技としては垂直落下式、ブレーンバスターと、ほぼ同型だが、唯一の使い手であった橋本が、足のステップが DDT なのでブレーンバスターではないと、 主張していた実際、初期は空中で無理やり DDT のフックに持ち帰るなど、落とし方が DDT に近く、危険性を考慮して、後のブレーンバスターのような形になった。橋本はこの技を一撃必殺の最終兵器として愛用し続け、橋本がチャンピオンになって以来、この技を自力でキックアウトしたレスラーは、ロードスティーブン・リーガルのみである。 フロントヘッドロックで固めた相手を中心に旋回して叩きつける DDT。WWE ではトルネード DDT と呼称される。スペルデルフィンのオリジナル技。コーナーポストを利用する形と、その場飛びで使う形がある。他に、グラン・ハマダ、佐々木隆史、ドクトル・ワグナー・ジュニア、エディ・ゲレロなど、主に軽量級の選手に使い手が多い。太陽ケアは、 ハリケーンスパイクもしくは波乗り DDT として使用している。女子レスラーではアイスリボンの制裁が得意としていた。特にアイスリボンが常設会場としている市街やアイスボックスには鉄柱の代わりに壁が存在しており、聖なの場合はその壁を蹴り上げるようにして旋回していた。タックマッチなどで対戦相手を壁代わりに蹴り上げるステップ式 DDT もある。 両腕をリバースフルネルソンに固めての DDT。全日本プロレスの常連外国人レスラーであったダニー・クロファットにより日本で初公開された。他の外国人選手ではミック・ホーリーがカクタス・ジャックナイフ、スティービー・リチャーズがスティービー・ティーの名称で使用。日本人選手では小橋健太、北斗、アキラ、安良岡雄二などが使用した。また、 秋山人志も1990年代後半頃、前述のインプラント式のように持ち上げて垂直に落とす形で使用していた。同様のフォームで高木三四郎も使用することもある。相手の体が仰向けになった形での DDT。海外ではインバーテッド DDT と呼ばれている。主な使用者は、スキナー、スキング、トミードリーマー、ミリオン、ヘンリー・オーゴットウィン、ランス・アーチャー。 ザミズ、ヒース・スレーター、アダム・コール、ダニー・クロファット、クリスチャン、ショーン・スター・ジャック、橋本・真也、エル・サムライ、奥村、宮脇、ヤゴ・ヨシヤキ、セーミヤ・カイト、ブル・ナカノ、ミタ・エツコ、沼尾・マキエ、アスカなど、なだれ式、スイング式で出されることもある。ありがとうございます。